やっぱ安定した生活を送るっていう意味で万引きとかしたりして食べていけば別府ひき逃げ死亡事件で今もなお逃走を続ける八田与一容疑者27歳。今回阿部マ的は八田容疑者とおよそ2ヶ月間同じ部屋で過ごしていた人物に話を聞くことができた。こちらの T さんが八田容疑者と過ごした場所、それは留置場。T さんは大分である事件を起こし拘留されている際、留置場で八田容疑者と同部屋だったという。僕が留置場入って1ヶ月か2ヶ月ぐらいした頃に、八田君が入ってきたんですけど、最初部屋が別々やったんですけど、途中から同じ部屋になることになって、一緒に生活してたって感じですね。なぜ八田容疑者が留置場にいたのか。実はひき逃げ死亡事件を起こす前に大分である事件で逮捕され、後に執行猶予付きの有罪判決を受けていた。つまりひき逃げ死亡事件を起こした時は八田容疑者は執行猶予期間中だったということ。八田君のお母さんから手紙を取って泣いたりしてましたね。でも全く反省してなかったんじゃないかな、何考えてるんだろうとは思いましたね。T さんは後に事件を知ることになるのだが、思い返すと留置場で事件につながる話があったことを思い出し、何かの手がかりになればと私たちの取材に応じてくれた。なら畑君が、あ、なるほど、そういう手があったか、反応してました。そういう手があったか、はい、ただまあ実行してしまうのは問題ではありますけど。事件につながる話とは一体何か。留置場での八田容疑者の一部始終を再現することにした。ある事件で拘留されていた T さんが留置場に入ってからおよそ1ヶ月後、八田容疑者が入ってきた。どうも、これからよろしくお願いしますね。僕、八田与一って言います。よろしくお願いします。最初は謙虚で真面目な礼儀正しい人やなと思いました。最初はお互いよそよそしく、ここに来た理由を聞いてみるも、八田容疑者は答えようとしなかった。打ち解け始めたのは女性の話からだった。八田さん、どんな女性がタイプなんですか？女性ですか？はい。僕は真面目で清楚な感じの人ですかね。へえ。でも今時なかなかいないでしょ。マッチングアプリいいですよ。やってないですか？自分はやらないですね。しかし生活を共にすると、次第に八田容疑者の性格も見えてきたという。ちょっとナルシストかなっていうところがありましたね。例えば歯磨きの時とか鏡見る時間あるんですけど、その時間にもこうずっと自分の髪の毛触ってたりとか、私物の美容液とかそんな持ち込めないんですけど、オロナインってあるじゃないですか、オロナインもらえたりするんです。それを顔中に塗りたくったりとかはしてましたね。さらに、いやいや、そんなん気にしても誰にも見られへんって。留置場って一人見られたことないんで、別にそんな気にしないはずなんですけど、そういうところがあったりとか。八田さん。はい。僕、男性化粧興味あるんですよ。僕してますよ。普段外おるときしてるんですよ。マジですか？はい。公開されている八田容疑者の写真も確かにアプリ加工されたものが多い。風呂が週に2回から3回ぐらいしか入れないんで、その風呂前に筋トレ一緒にやったりとかしてましたね。はい。僕筋トレの知識だけはあるんですけど、完全に違うようなやり方でやっとって、こう筋トレして腕立てしてるときに、僕は胸をちゃんとつけて、で伸ばしきってゆっくりやる方がいいですよっていう話をしたら、いやそうじゃないですよみたいな、僕もこれこんな感じでやっとって女子やってなって、毎日
腕立て300回してましたみたいな、そりゃ300回いくわなと思って、まあでも確かにいい体をしとったんですよ。筋肉質で普段から鍛えていたことが分かる写真も確かに残されている。さらにこんなことも。なんすか。実はね、俺整形してんのよ。どこ。目をね、整形してんのよ。へえ。いくらくらいするんですか。まあ、10万ってとこかな。へえ。整形したと言うかもしれない。それで何十万かかかったみたいな、確か目やったと思うんですけど、ね、その一方でこんな一面も。僕が一番感じたのはケチなんですよ。すごいケチなんですよ。っていうのも留置場内は所持金があればお菓子や生活用品など1週間で上限2000円まで購入することができるという。しかし入所前に財布をなくしてしまっていた T さんは何も購入することができずにいた。だから手紙も出せなくて、すごい困ってて、でもあの周りの人は結構助けてくれたりしたんですね。お菓子くれたりとか、ブラックサンダー3つとかずつぐらい買って分けて食べるみたいな感じでした。でも八田君は1個もくれない。え、その発達との2ヶ月間ずっとですか。ずっとです。八田容疑者は普段留置場内に置かれた本を物静かに読んでいたという。しかし沈黙を破るのはいつも八田容疑者のこんな言葉だった。ああ早く出て、あと何日あんだよ。ほんまに早く出たい感じをめちゃくちゃ言ってました。そういうことなかったら時間って経つのは遅いんですよ。苦痛でしかないんですね。もうほんまに早出たいですみたいな、あと何日みたいな感じでそのカレンダーみたいなの書いてずっと消したりしとったですね。 T さんが八田容疑者の驚くべき性格を知ったのはこんな会話からだった。ねえねえ、ストレス発散ってどうしてる。まあ体を動かしたり、要は運動ですね。八田さんは。僕はね、クレームだね。クレーム。例えばさ、レストランで注文しても出てくるの遅い時あんじゃん。そういう時にどうなってんだよとか、もっと早く出せよとか、そうやって切れてやるの。そうすると店員が頭ペコペコ下げてさ、それでどうなって帰ってやるんだよ。あとさ、あとさ、駅のホームとかで割り込んでくるジジイとかいいんじゃん。そういうのに対して駅のホームドアとか蹴飛ばしてやんの。そしたら駅員が何してんすかとかこう飛んでくるから、そういうやつに怒鳴り散らかして帰ってくの。これがもうスカッとすんだよね。そのクレーム言うことでストレス発散するみたいなところがやっぱあったみたいで、はあ、空き缶は分けて捨てること、いやペットボトルと一緒あったよ。犯罪心理学に詳しい藤井教授によれば、この八田っていう容疑者はですね、聞けば聞くほどあのいわゆるそのパーソナリティでいうとですね、あのダークトラテッドっていうんですけど、敵意とか攻撃性が高くて人に対する共感性が低いっていうね、まあ、そういうその犯罪とか反社会性傾向を示す人に特徴的に現れるパーソナリティっていうのも端々から感じられるんですよね。罪の意識みたいなものも欠けていて、すごく無責任に行動をとって、かつ他人を容赦なくこう貶めたりいじめたりっていうような、そういうこう冷酷な気質みたいなものが行動から感じられるなという気がするんですよ。そしてある時、八田裕一、お母さんから手紙来ているが受け取るか。受け取ります。それは母親からの手紙だった。八田容疑者はその手紙を熱心に読み終わると、顔を伏せ泣いていた。何回か手紙来とって、まあ、全部お母さんからやったんですけど、最初は何してんねんみたいな内容やったと思うんですけど、最後ら辺は信じてるからみたいな、待ってるから帰っておいでみたいないう内容でしたね。
あ、もう次は絶対こんなことないようにしようみたいな、いう話はしました。ただ T さんはこの八田容疑者の涙に違和感を覚えたという。ああ、出てこんなとこ。あんなことしなければここ来てなかったのに。全く反省してない、なかったんじゃないかなと思います。出たい出たいしかなくて、被害者に対する償いであったりとか、そういう話は全く出てこなかったんですよ、うん、あんなことせえへんかったらここには来てない、そういう話ばっかりやったんで、何考えてるのかと思いました。そんな日々が続いた後、 T さんは衝撃的な会話を聞くことになる。 T さんと八田容疑者の部屋の隣の部屋には窃盗で捕まった20代の男性 Y が一人入っていた。この人結構悪い人で、いわゆる反社みたいな感じ。反社やと思います多分。で、まあ、その人はこうやっぱいろんなエピソード聞かせてくれるんですけど、 T さん曰くその男性 Y は裏社会に精通しており、さまざまな法律や制度についても知識を持っていたという。ちょっとすいません。は？聞きたいんですけど、生活保護ってどうなんですか？あ？なんや急に。生活保護制度ってのを受ければ働かなくていいって聞いたことあるんですけど。ああ、できるで。最低限のお金はもらえるし、やり方によってはある程度の生活はできるで。それってどうやったら受けられるんですか？そんなん簡単やろ。その細かいそのやり方であったりとか、制度の話はその人に聞いてました。どうやってこれから生きていくかって言ったら、生活保護っていうシステムがあるんですよ。この発言はこの時得た知識からのものだったのだろうか。八田容疑者はひき逃げ死亡事件を起こす直前、現場近くの駐輪場で亡くなった大学生とすれ違い、一方的な言いがかりをつけていたとされている。現在遺族は八田容疑者を故意に狙ったとして殺人罪で告訴しているが、逮捕容疑はひき逃げをして逃げたという道交法救護義務違反容疑のまま。殺人罪には故意の認定が必要とされるが、逃走中のためそれを裏付ける証拠がまだ足りないとしている。しかし T さんは留置場で交わされたある衝撃的な会話を覚えていた。そのやんちゃな人おるじゃないですか。だからいろいろ教えてもらって、人と揉めた時の対処法みたいな、いう話を聞かせてくれて、人と揉めてムカついて攻撃したい時ってどうすればいいんですかね。そんなんラチったったらええやん。車横付けして乗せてでボコボコにして傷が消えるまで監禁しときゃええのや。激しいっすね。他のやり方もあるで。どんなっすか？拉致った後でな、しゃぶってな、病でも捨ててきたらええねん。そしたら仮に通報されても薬物中毒患者のザレ事になるからな。いや、薬はちょっと僕らには無理っすよ。ほら、一番手っ取り早いのあるで。何ですか？すると Y はこう言ったという。車で引いたらいいよ。え、車？車で引いたら事故扱いやろ。仮に捕まったとしても暴行や傷害に問われることはあれへんねん。ああ、なるほど、その手があったか。そしてその会話からおよそ1年後、留置場でのこの会話を思い出し、実行したかはもちろん不明だが、その会話の話は現実のものとなった。こうある種の犯罪のアイデアみたいなものっていうのは、八田容疑者にはこう、まあ、刺さりやすいというか、ダークトラテッドのようなね、こうパーソナリティを持っている場合っていうのは、本当にその目的のためなら手段を選ばないみたいなね、性格特性も備えていて、こう反社会性を示す人とか犯罪傾向がねある人たちとすごくなんか共感するんじゃないかなっていうか、
実際にはこう憎いとか攻撃したいと思う相手がいても心の中でのストッパーになるわけですよね。それを超えて欲求を果たせるっていうことが感じられたんだとすると、何かあればそれをやってしまおうっていうような、そういう心理になる、なりやすい。逃亡を続ける留置場仲間に T さんは厳しい顔つきでこう話す。やったことは取り返しつかないですし、うん、その上で逃げてるなんかもってのほかやと思います。自分でやったことは自分で鉄吹くべきですし、生きてる以上その責任は負っていかなあかんかなと思ってます。だからいつか捕まることを願ってます。八田容疑者はですね、ひき逃げ事件の1年前にある事件で逮捕され留置所に入っていたということでした。その後、有罪判決を受け、ひき逃げ事件当時は執行猶予中だったということです。はい、およそ2ヶ月一緒だった男性の証言、こちらにまとめました。ナルシストなのではないかというのと、ストレス解消はクレームを入れることと話していた。そして母から来た手紙を読んで泣いていたが、反省している様子はなかった。でムカついた時どう攻撃すればよいか隣の部屋の男性に尋ね、車で引いたら自己扱いという話を聞いていたなどがありました。さあ、この証言聞いて古谷さん、はい、どのように思われますか。犯罪心理学の先生もおっしゃってたように、反社会的な傾向が強いというのが一つあると思うんですけれども、あとその留置場でそのなんか反社っぽい人から犯罪の手口を聞いたって言うんですけれども、その聞いたことと実際実行することは全く違うこと で生活保護だってはっきり言ってそんなに簡単にはですね、それを受けられないので、実際のその実学っていうか、そういうところの知識はほとんどないような気がいたしますですよね。そんな印象を受けました。小浜さんはどのように感じられましたか。秋山さんに質問したいんですけど、はい、過去にもその留置場で聞いたその悪い知識をもとに事件を起こす方ってやはり多いんでしょうか。それはね、よくあります。警察の留置場ってああいう形で、本来の話はできるんですけど、小声で話ができるんですよ。特に、刑務所、留置場から刑務所に行った時に刑務所仲間、留置場仲間で出た時に連絡し合って詐欺やろうかとか泥棒やろうかとか、そういう犯罪を共にやるっていうのはよくあることですね。馬淵モーターがそうだもんね。馬淵モーター事件、はい、刑務所で知り合ってで襲撃計画を立てるとか、そういうのがあります。そうです、のんちゃんいかがでしょう。そういうね、留置場とか刑務所のその管理官とかっていう人たちも、ある程度その監視しようとしても全く全てをってことは無理でしょうから、仕方ない部分はあるんですけど、ほんまにじゃあその更生させるためのはずの場所がより悪い人間を育ててるみたいな感じになってんのか、どうにかならないのかなという感じですね。そしてやはり気になるのは、隣の部屋の人間から車を使うと事件ではなく自己扱いになるという話を聞いて納得していたという証言なんですけれども、はい、これについて藤井教授の分析がこちらでした。八田容疑者は目的のためなら手段を選ばない、法を超えて欲求を果たしたいと思うので、犯罪のアイデアが行動に影響した可能性が高い仮説だが、今回の事件もそういう攻撃の仕方があると事前にイメージしていたのではないかというお話でした。さあ、秋山さん、はい、この発言と事件との関係はどういうふうに見られますか。この留置場の中のこの車で引いてやれっていう殺せって、これは大きな有力証拠ですね。供述証拠になります。でこれがまさしく八田与一の犯行、これが、この動機、そして犯行手段方法、これを刺したとかそんなんじゃなくて車を使用して引っ殺す、この動機面、そして犯行状況を動機にした、これ本当に有力な情報と思います。ジュニアさんは今回の男性のこの証言どうご覧になりますか。こういうことも踏まえて大分県警がもう一歩動いてくれたらなというふうに思いますね。でももちろんこれ、100% これでということの確証は持てないんでしょうけど、秋山刑事いいですか。今道交法の救護違反ということで手配ですけども、これ基本的に一般論として、八田をもし逮捕できて
確保できたらその後に、まあ、証拠を集めて殺人で再逮捕という流れでいいんでしょうか。そうですね、いや本来の手続きであれば、はい、この段階で殺人ということで、はい、逮捕状を請求すべきと思うんですね。はい、で、もう相当な理由、通常逮捕の場合はこの被疑者がこの犯罪を犯す相当な理由があれば、裁判官発布するわけです、逮捕状、はい、だからこの状況で、逮捕状を請求して殺人で取り調べるべきと思いますね。あ、で 再逮捕はしないんですかね。そうですね、はい、例えばこのまま、道交法だけでいく、うん、で道交法で逮捕した場合、うん、これは取り調べて自白があれば殺意があれば、うん、殺人で再逮捕する可能性はあります、ね、あ、なるほどなるほど、はい、この間その逃げているということの罪の重さはそこまで乗っかってくるわけでもないんですか。やはり逃亡すればやはり情は悪くなります。で、やはり、例えばいろんな刑は何年から何年ってこう幅があるでしょ。それは情が悪い方が重たくなりますので、でもその範囲内ってことですね。そうですね、そうです今だと、はい、まあ、単純に道交法と殺人で時効が違いますから。そうです ね、はいはい、このまま道交法もちろん短いわけで、そうなったらどうするんだっていうことになってきますよね。もちろんそんなことにならないようにということなんですけれども、最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。